上りと下りを1日に全部やるからきついし、距離が長いし。1号目暑いね、本当に湿度が高い。日差しが強い。あとちょっとじゃん、あそこでしょ。あの登り切ってもう一個あんのかな。いや信じてない、あの登り切って。なんかブンブン虫が多いね。ちょっと、はい、いいって。半分でもスタートして1時間20分ぐらいだよ。そうですね、日差しが、うん、そうだ、これがピーク。プシッ、フルーブシに来たよ。これ、真上から本当に踏んでいかないと痛いよ。なんで下のルート、光線棒したんだろう。この先で崩落してるのかな。じゃない、始まるよ。本当だ、ね、いい匂い。一気に空気がひんやりしてきたね。そうね、これあれだな、タコみたいに笑ってたら食う。まあ、確かに綺麗だわ。前方にキスゲの花畑があるよ。おー、綺麗じゃない。
上がってさ、あで水晶行ってで水晶で赤牛最初ほら夜中って具合で一泊だ、はいはい、東京りだから、はで次水晶まで行ったら、あで水晶行ってで次にさ、はい、その夜塗り神道を降りてさ、どっかへ潜り込んでさ、うんうん、いやあの朝日はすげえ綺麗なんだかね、うん、どこだっけ、会津、あれ中継水があ、そう、美味しい最高だよ、ほんと、海湖まで水飲みました、七条小屋の、昔飲んだから忘れちゃった、やっぱ南アルプスの天然水ね、そうですね、撮ってもいいや、ね、でもトイレ綺麗だからいいよね、はい、下山完了です。